こんにちは、ドクターネックスです。さあ、新しいランブが来ました。氷王ランブ、通称パンテランブとも言われてますけどね、こいつやっていきたいと思います。もうね、石を集めきりました。あとはこれをサクッとクリアして、あ、こいつら石あんま積んでねえな。キスケに持ってかれて、そう、よし、まあ、一応全部見とくかと思ったら札が足りてない。必死に水着のね、で、あ、待って、キスケいるじゃん後ろに。気づいてなかった。そしたらこいつの方が早いやん。なおまでかな。4か5かな。なんか久々にいろいろネタがあって、どれからあげたらいいんだろうっていう。心属性か、ここは。あ、違う、地属性か。それでもやっぱりキスケの方が早いな。で、指令をねさっさと終わらせたい。ここまでかな。行くぞ。モグラが違う。若干敵が硬い気がする。ランブはね、ソロは本当最低限でいいと思うんですよ。5話まであるか。
逆に言うとすごい石が美味しいですね。もう一個新しく始まった育成用のやつも霊玉大盤振る舞いみたいな感じだからね。ランブね、結局なんだろう、最大値リンク 17% 3枚とそれを、キスケにつけるっていう 17×4 で 68% を4人で回ると約3時間で多分全部終わりますね。でもすげえ入るな。ソロなん、あでも大丈夫だね。全部1回ずつで全難度と全てのミッションで終わりで終わった。今いっぺんに受け取るにすると普段も受け取っちゃいそうだったから危なかったんでだ。クリーム状受け取ります。現在僕は8000個、章が8000個あるんで多分もう一気に覚醒も終わります。終了。これさ早く一気に解放来てほしいね。注意書は1800個。サクッとねこっちであげる。一瞬です。ちまちま上げるよりなんか必要数たまったら一気に上げたい派なんですよね。危ねえ危ねえ、あかん、それはあかん。
こんなとこですかね。とりあえず今回はここまでしましょう。今回は氷乱舞パンテ乱舞紹介してきました。近いうちに京都の方の攻略法も上げたいと思います。今回はここまでです。以上ドクターの教室でした。お疲れ様でした。